Hello, hi, welcome to this try quest. Is here somewhere? What is voice? I can't believe it. Hello? Choei 師匠が火山小石を取ってくるって言って店を出たまま帰ってこないの。守衛のおじちゃんたちにも話したけど、今部族は人手が足りないし、そこの地形は険しくて魔物や悪い奴らがいっぱいいるからって。ひとまずできる限りの準備をして、それが済んだら師匠を助けに行くって言われたの。でもそれじゃ手遅れになっちゃうよ。 Well, it's my time to shine. 助けてくれるの、よかった。さっき周囲のおじちゃんが偵察した場所、地図に書いてあげるね。師匠がしばらくいたんじゃないかっておじちゃんたちが言ってた。マイ、What's with you people and my? したら悪者に追われて影の犬のあたりまで行ってるのかも。 OK。 もしそうだったら、お姉ちゃんお願い、超英師匠を助けてあげて。Badly dissonance. 地図を見るとこの辺りみたいだな。あっち行って。あそこを見ろ。あの人がオイラたちを探してる長円師匠じゃないか。こいつだ。もしや噂の旅人が。どっから出てきた。強すぎる。野郎ども、つらかるぞ。That was so weird. そそくさと逃げてったぞ。しかも判断が早い。Guess they knew who they are up against. ありがとう。君たちがいなきゃ崖から落とされるじゃなかった。What's that on your eye? まさかあの有名な旅人が助けてくれるとは。You know me? 今日は本当に運がいいみたいだね。おっと。ごめん、自己紹介がまだだった。私は超縁。最悪の運勢だったけど、今さっき幸運に恵まれた宝石職人だよ。 He makes sense to help. あの子に、はあ、心配をかけてしまったようだね。店を出た時は2日くらいで戻れると思ったんだけど、まさか影縫いの針の近くで新しい火山小石の鉱脈を見つけるなんて予想してなくって。しかも香料も多いし純度も格段に高いときた。だからそこで火山小石を採掘してたんだ。たくさん取れたし、そろそろ引き上げようとしたら、小石に含まれる粘素が魔物を引き寄せてしまってね。私はパニックになりながらも魔物を迂回する道をどうにか進んだよ。Well. ところが外に出た途端、運悪くさっきの盗賊たちに見つかってね。君たちがちょうど来てくれて本当に助かった。小石を持ったまま逃げたのか。そんなに危ないなら石を置いてけばよかったじゃんか。ほとんど置いてきたよ。この一番純度の高い小石以外はね。これだけは絶対に持って帰らないといけなかったんだ。ラゾーリ、それとかわいそうなニエガちゃんのためにも。I'm guessing that's your type of song. ああ、知らないのも無理ないか。ラゾーリは昔、コメを作る職人だったんだ。ニエガちゃんはその彼女の娘だよ。What? So she craft ancient names?
シアルネン in that line of business too. シロネンのことを知ってるのか？シロネン、シロネン、オッケー。ラゾーリは彼女の話になると、これでもかっていうくらいにいつも褒めるんだ。コメの造形が最も深い人、一族の未来、職人の最高峰。こんな風に称賛の言葉が絶えなくってね。ラゾーリは口にしないけど、彼女にとってコメを作ってた日々は今でも懐かしいものなんだと思う。Why she stop? 娘のためだよ。ニエガちゃんが不幸にも重い病気にかかってしまってね。ラゾーリはすべてを放り出して、あの子の看病に専念するようになったんだ。ニエガちゃんの病状が一番ひどかった時のラゾーリは、まるで泥沼に沈んでいく松明のようだった。一生懸命、光と熱を発しながらも、足元から泥水がどんどん押し寄せてきて。でも幸いなことに、医者の薬と大礼の加護のおかげで、ニエガちゃんの一度消えかかった命の炎は再び燃え盛った。それから、あの子の体調は徐々に回復していってね。まだ体は弱ってて、家の中で安静にしてなきゃいけないんだけど、もう手紙を書けるくらいには体力が戻ったんだ。ニエガちゃんは、よくあのシロネンにも手紙を出してるって聞くよ。あの子の将来の夢は、コメを作る名職人になって、かつてお母さんが誇りに思っていた職務を引き継ぐことなんだってさ。あと何日かしたらニエガちゃんの誕生日なんだ。それでラゾーリがわざわざ私に頼んだんだよ。あの子の誕生日プレゼントのために純度の高い火山小石を探してきてほしいってね。 I see, I see。 そっか、大事な石なんだな。こんなに綺麗なプレゼントをもらったら、ニエガもきっと早く元気になってくれると思うぜ。ありがとう。あの親子もその言葉を聞いたら喜ぶと思うよ。さて、あんまりイミシュを待たせるわけにもいかない。そろそろ戻ろうか。そうだ、よかったら明日一緒にラゾーリに会いに行かない？小石を取られずに済んだのは君たちのおかげでしょ。Sure. 大事な小石を守ってくれたんだし、同じくらい重みのあるプレゼントをもらってもらわないとね。 Is it an engine name? そんなわけないだろ。それにシロネに連絡して作らせるってエンジンが言ってたじゃん。 Hey, shut up, man. 余計なことしない方がいい。 I can have more than one, okay? おいらたち、普通のプレゼントで十分だからな。 Says you. 安心して、絶対に満足する代物だから。それが何なのかは、明日、ラゾーリが教えるから、待っててちょうだい。Oh, that was quick as fuck. お、二人とも随分早いね。例のプレゼントが楽しみで仕方ないみたいだ。Well, I am curious. おいらも気になるけど、今は、ニエガに会いたいって気持ちの方が強いな。That too. 大変な病気だったわけだし、体が心配だぞ。それにラゾーリも大事な仕事を失ったんだろ。うまく立ち直れるのかな。私たちがこれから行くことは伝えてあるから、もう準備はできてるはずだよ。そろそろ行こっか。イミシュ、お店は頼んだ。しばらくしたら戻るから。OK。Horse echoes horse. さあ、着いたよ。結構立派な家でしょう。ちょっと待ってて、ノックするから。ラゾーリー、開けて。二人を連れてきたよ。Hello. ラゾーリー、中にいるんでしょ？ドアを開けてよ。 Apparently not. Never mind. 鍵もかかってる。この時間に外出するはずないのに。ニエガちゃん、いる？ショウエンお姉ちゃんだよ。ドアを開けてくれる？
You want me to break down the... No, no. でも変だね。ラゾーリと約束したはずなのに。まさか、ニエガちゃんを連れて薬を取りにでも行ったのかな。あれ、あそこにあるのってなんだ。テペトル竜の巣だよな。うん、そういえばラゾーリのところにはテペトル竜が一頭いたね。名前は確かイェングだったかな。彼女がまだ古名を作ってた頃、よくイェングに採掘を手伝わせてたよ。イェング？でもニエガちゃんがああなってからはもうそういうことをさせなくなったけど。ああ。ちょっと待って、なんか周りがすごく散らかってない？ユングもいないし。見ろ、箱がたくさん壊れてる。なんかまずいことでもあったのかな。 Let's take a closer look, shall we? イミシュの口ってば、大礼の祝福でも受けてるの？どうしてあの子に危ないところに行くなって言われるたび、こんな目に遭うんだろう。Random. Okay. 痕跡はこの崖までか。もしかしてテペトル竜は山の上まで登ったのかな。オイラたちも登ってみるか。 Let's get down to business. Oh my god.Oh, well, I'm guessing I'm supposed to dodge that? Wrong button. No! Hello. テペトル竜がいたぞ。ラゾーリが育てたやつかはわかんないけど。It seems like it got up here by itself. で、違う。オイラたちが探してるのはテペトル竜じゃなくてラゾーリだぞ。でも見た感じ、この辺りにはいないみたいだ。旅人、パイモン。あれ、チョエンが何か言ってるぞ。I think she's back home. ラゾーリが帰ってきたよ。Lol. もう降りてきて。ええー、オイラたちが登ってすぐ帰ってきたのかよ。まったく。Well.Well, we are dead. 1000 damage, all damage. おいで、ヤング。またやんちゃしてたの？いい子ね。お腹すいた？ごめんね。後で美味しいご飯作ってあげる。さ、遊んでおいで。ご飯ができたら迎えに行くから。二人ともごめんなさいね。家で待ってたんだけど、ニエガが一人でこっそり抜け出しちゃったのよ。お客さんにプレゼントを作りたくて、綺麗なお花を摘んでたんだって見つけた時言ってたわ。でもあの子ったら花を摘みながら歩いてるうちに迷子になっちゃって。早く見つかってよかったわ。Is that your actual ears? Is she alright? 病気が良くなったばっかだって、チョエンが。ええ、まだ体が弱くてね。それに迷子になった不安と、冷たい風に当たったからか、ちょっと熱を出してるの。今は薬を飲ませて寝かせてるわ。大した症状じゃないから、一晩休めば元に戻るはずよ。ただ、申し訳ないけど、今日は二人に会うのが難しいかもしれないわ。わざわざ来てもらったのに本当にごめんなさい。いやいや、謝らなくていいぞ。ニエが
はすっごく重たい病気でやっと良くなったんだろ。だからお見舞いに来ようと思っただけなんだ。オイラたちのことよりニーガに元気になってもらうことの方が優先だからな。 Well, I assume she's good enough because she's running off by herself now. Is she better? 少なくとも今のあの子は私と会話もできるし普通に生活もできる。それだけでもう十分。これ以上高望みはしないわ。こらこら、なんで暗くなってるの？ニエガちゃんの気持ちはしっかり受け取ったから。次はラゾーリ、ほら例のものを。 The gift! やったぜ。で、どんなプレゼントなんだ？もう教えられるよな。私が作った燃焼冥黒よ。最高純度の鉱石を使ってるから劣化することがほぼないの。 Dude, is it? それに製造技法を全て米を作るものに基づいているわ。That's the earth. The earth. What the fuck they call it in Pokemon? I forgot. It's like a simplified version of my ancient name. そうじゃないわ。そんなことしたら大連に怒られちゃうわよ。コメを作る技法で鉱石を加工したらこんな結晶体ができただけ。結晶体を作り始めた当初は綺麗で劣化しないってだけで特に実用性はないと思ったんだけど。超円がそれを特別にしたらどうって助言してくれたの。コメの職人が手掛ける燃焼冥黒に永遠の言葉を刻むってね。どう？思わず買いたくなってこない？Not bad. あれこれ歌い文句が増えてくから、なんだかその燃焼冥黒がすごいものに見えてきたぞ。No wonder you run your own store.でもラゾーリが作った燃焼冥黒はそれくらいの価値があるものなんだよ。口伝えの言葉は常に信じられるものとは限らない。一人また一人と伝わっていく過程でそれは不完全なものになったり忘れられたり誤って伝わったりすることだってある。でもこの燃焼冥黒に刻まれた言葉は本来の意味を少しも歪ませることなく永遠に残すことができるの。大切な友達、恋人、子供に送るのに最高のプレゼントだよ。Very persuasive. Yes. 一つ買おうぜ。オイラたちの名前を入れてさ。サンデーお兄さんが見つかったら自分の手で名前を刻んでもらおう。そう、オーケー。オイラたちの名前はずっと一緒だ。Looks like Paimon is already hooked. 遠慮しないで。私だけじゃなく、ニエガちゃんの誕生日プレゼントも守ってくれたじゃない。これくらいは出さないとね。チョウエン、さっきも言ったけど。ラゾーリも遠慮しないで。燃焼冥黒を一つ作るのに、どれだけ手間がかかるか知ってるから。ありがとう、チョウエン。それに旅人さん。できるだけ早く品を仕上げるわね。出来上がったら目を入れてみてちょうだい。その頃にはニエガも良くなってるだろうから会いに来てくれたら喜ぶと思うわ。 Good things are better with company. ノイ、そういうのは値段を聞いてから考えた方がいいんじゃないか。 I'm not talking about that though. オイラたちの旅費がなくなっちゃうかもしれないだろう。ってちょっと待った。まさかオイラたちへのプレゼントとか言いつつ、本当はもっともっとモラを使ってもらうために超円が仕掛けた罠だったのか。Really? そうかもしれないね。だって君たちそれなりに蓄えがあるでしょ。 Nope, I'm poor. Ask Paimon. うわー、ダメダメ。旅人、こいつの罠にかかっちゃダメだぞ。それじゃあ決まったらまたいつでも言ってね。あいつまた出てきてるぞ。おい、早く止めてくれ。もう大変されるのは嫌だぞ。でで。ラゾーリ、私の燃焼冥黒の修理もお願いしていいかな。この間襲撃にあった時に落として
紐も留め具も壊れちゃってね、つけられなくなっちゃったんだ。自分でも修理してみたんだけど、どうもうまく直せなくて。だからお願い。ええ、任せてちょうだい。元通りにしてあげるわ。ありがとう、長円、助けてくれて。いいって、ラゾーリ。ニエガちゃんが元気になってくれたらそれでいいの。ええ。ユング、いい子にしてて。後でご飯をあげるから。旅人さん、燃焼名国が完成したら長円にそのことを伝えさせるわ。ニエガの誕生日にもちょうど間に合いそうだし、その時はちゃんとしたパーティーをしましょうね。ひひ、美味しいものがいっぱい出てきそうだな。お腹を空かせておかないと。それじゃあまたな、ラゾーリー。 See you. I hope Netcha gets better soon. またね。お二人も元気で。ニエガもきっと喜ぶわ。 Activity complete. Yippee! シロネ、ちょうどよかった。あのさ、She's sleeping? 左の棚の上から2段目、一番右の斧があんたの。クワはいなるので、金槌はかかるのだから、自分のやつだけ持ってって。まだ何も言ってないのに。もしかして今から休憩？今日はいい感じの気温だからここで休憩。Just like a cat. マジで言ってる。今日はいつもよりだいぶ暑いと思うけど、暑くて外になんていられないわよ。それが狙い。暑いとお客さんが注文や受け取りに来るとき、いつもより早く済ましてくれるわけ。OK OK。 あら、次のお客さんが来たわね。じゃあお疲れ。斧を確認させてもらうわ。 Another guest? I wonder who is that? It's me! What the? 旅人、バイモン、また会ったね。元気そうで何より。最初の旅寄りの調子はどう？トラブルとか大丈夫？ What is that? Fine. ならよかった。うちも最初の旅寄りなんて初めてだったし。あんたはナタ人じゃないから、不確定要素が多すぎてさ。I forgot what happened to the previous two parts, so... え、それって、問題が起きる確率はどれくらいなんだ？ムアラニがスピリットウェイを通るときにうっかり落ちる確率より低いかな。それじゃあどう考えてもゼロだな。シロネ、オノありがとう。持ってくわね。そういえばもうすぐニエガの誕生日だけど、会いに行くわよね。もうプレゼントも準備してあるよ。近いうちに行くつもり。はあ、まさかとは思うけど、ペンチのフルセットとか工具セットとかじゃないでしょうね。You give this kind of gift? As a gift? I would like one too. Where do I buy them? もちろんできるよ。花は枯れるし、おもちゃは壊れる。おやつだって食べたらなくなっちゃうけど。Isn't it a kid? 頑丈で長持ちする道具は一生もの。きっとめっちゃ役に立つよ。でも今年のプレゼントは道具じゃないよ。ニエガから手紙が届いて、勇敢な手首が欲しいってリクエストが来たから。Can I have that? なかなか探すのが大変な本でさ、何冊かうちのコレクションにあって助かったよ。ずいぶん前に出版されたやつだけど、まあまだギリ読めるし。ニエガくらいの年の子って童話が好きだからね。私もこの間ラゾーリのところに行った時はあの子に差し入れで。あれ、何を持って行ったんだっけ。あの子が一番好きな。あれ、思い出せないわ。You okay? 暑すぎて熱中症になっちゃった。自分の名前はわかる？そこまで忘れないって。ただここ何日か、はあ、なんかいろいろ忘れちゃうのよね。ジロリン has been the most unique one. She's sleeping, she's sitting on a thingy, which is rare to see. それは確かにそうなんだけど、
私の冥国にはもうほとんどスペースがないのよ。 Your name that long? 違う違う、燃焼冥国にいくつか願いを刻んでるのよ。 Oh, okay. 願いっていうか、まあ要するに将来に対する期待とか、いつかやりたいこととか。ラゾーリは美しさを考慮すると、冥国に刻む文字はなるべく短くした方がいいって言ってたけど、燃焼冥国って古名を作ってた内裏師が作ったものでしょ。だからちょっとくらいは神秘的な力があるんじゃないかってみんな思ってるわけ。それで冥国を手に入れた人たちは、いつか夢や願いが叶うようにと願いを込めて、それを冥国に刻み込むのよ。よくある願いを叶えてくれる石みたいだな。でもそんな風に願いとか思いを刻んじゃったら、他の人に見えちゃうんじゃないのか？ I was wondering the same. That could be a little embarrassing, no? 心配ないわ。普通はラゾーリにお願いして刻んでもらうんだけど、特別なやり方があるのよ。その方法で刻んだ文字は、特定の角度で光を当てないと見えないようになってるの。だからわざわざ文字を見ようとしない限り、冥国もただの綺麗な石ってわけ。それは言えてる。燃焼冥国は結局ただの石だしね。人の願いを叶えることなんてできないよ。この石に向かって願いをしたって、谷に向かって叫ぶのと同じで、自分の声がこだまするだけ。まあ願いの微暴力として使うのはありかもね。願いを刻んだやつを常に持ち歩いて、時々取り出して見てみるみたいな。自分を励ますくらいの効き目はあるかもね。ただ途中で願いを変えたいってなったら大変だよ。冥国ってすごく摩耗しにくいから、文字を書き換えるのは難しいだろうし、捨てるにしても結構高いもんだしね。変えたければいつでも変えるって代物でもないから、もったいなくて捨てられないよ。それにしても変だな、おばちゃんの技術にしちゃ生産が追いついてなさすぎ。誰かが少なめに作れば高く売れるとかって入れ知恵したのかな。 I know a person who will do that. 言われてみれば確かに長遠のやり口ね。まあそれでたんまりお金を集められるんならいいと思うわ。I feel like I remember Tazoli is the one at the back, right? それに治療費のことで頭を抱える必要もなくなる。あの頃は本当に心配だったから、定期的にあれをニエガに送ろうと。だからあれを、あれ何だったっけ。はあ、私ったらなんで忘れちゃうの。 No, that... Are you okay? ほらほら、これ以上日差しに当たると目がどうにもできないくらいいろいろ忘れちゃいそうじゃん。早く帰って休みな。うん、ラゾーリとニエガによろしく。一体どうしちゃったのかしら。エリンレに薬をもらおうかな。シロネンもニエガの誕生日会に行くのか。実はオイラたちも行くつもりなんだ。I feel like I remember this kid's name too. I forgot what happened.あんたたちがラゾーリおばちゃんと知り合いだったなんてね。最近集落でもめったに見かけないのに、どうやって知り合った？ Yes. You explain your encounter with her. Him? Her? 火山小石を原材料に使うなんて、娘のためってなると、やっぱ張り切っちゃうのかな。We also wanted to get a gift for her, but we have no idea what she liked. なら本人に聞きに行こう。ついでにうちも本届けたいしね。ちょっと待てよ。誕生日プレゼントってサプライズの方が良くないか？本人に聞いちゃったらサプライズにならないじゃないか。でも本人に聞かないでどうやって好みを調べるのさ。ああ、それか手紙に物語の本が好きだって書いてあったから、うちと同じで本をプレゼントするのもありかな。Sure, I have lots of them in my bag. それじゃあ適当すぎないか？分かっててプレゼントをかぶらせるのって。
What do you want to give? なんか適当に済ませた気分になっちゃうぞ。ニエガに何が一番欲しいかとか聞いたことないのか？本以外にも欲しいものってあるだろ？聞いたことないな。数年前病気が再発しちゃった頃って部屋で安静にするだけで人と話す気力もなかったらしいよ。最近になってやっとちょっと回復して手紙まで書けるようになったんだ。とにかくそんなに悩む必要ないって。何もいいのが思いつかなかったらうちの本を上下2冊にばらして半分こすればいいじゃん。うちが賞をあげるからあんたたちが芸をプレゼントすればいいよ。ナイス。That's just awesome. おお、サプライズにならなくなるのは残念だけど、それなら欲しいものをプレゼントできるよな。そういえば、ニエガが欲しがってた本ってどんな物語の本なんだ？そんなにマイナーな本なのか？勇敢なテクイって本なんだけどさ、ちょっとややこしくてバージョンが2つあるんだよね。物語の大筋はどっちも一緒で、二人の兄弟が魔王に立ち向かう話。魔王を倒した後、兄のテクイは弟のリマークに魔王の魂が取り付いたことに気づく。最初のバージョンのエンディングじゃ、兄は魔王を滅ぼすために弟を切り倒し、その後自分も火山に飛び込むんだ。You're giving her that one? Yo. Oh my god. No. 作中で、チボ・コアトリクエに体を乗っ取られたリマークが言ったセリフが、一時結構流行っててさ。その血を焼き尽くしたくはない。しかし、君の心を見た。この名を刻みつけてくれ、兄さん。僕を覚えている限り、離れることはない。So what's the other one? もう一つのバージョンは最近出たばかりなの。誰かからの助言を受けて、急にまたこの童話を売り出そうとしたのか、作者が物語を書き直したんだけど、そのバージョンじゃ、兄と弟が協力して魔王を殺し、二人とも生き残るんだよね。You're giving the kid one the deaf one? Cool. ハッピーエンドってやつ。でも受けがあまり良くなくて、発売1ヶ月後も売れなかったんで、お店は大量の在庫を抱えることになった。 Oh, you got a new one? Which one do you have?どの店も在庫処分のためにセールだのおまけだのいろいろやってさ、結果未だに新しいバージョンしか市場に出回ってなくて、評価が高かった古い方は手に入らなくなったってわけ。でもだからって評判の悪い新バージョンをプレゼントするわけにもいかないっしょ。何日もかけて倉庫を漁ってやっと何冊か古い版の勇敢なテクイを見つけたんだ。でその中から一冊比較的状態のいいやつを選んでカバーもつけてプレゼントにしようって思ったの。これ余った方よかったらあげるよ。ページがボロボロだから読むときは気をつけな。 Thanks。 あと、こっちの新しいバージョンもあげる。この間食当てる水を買ったらおまけでもらっちゃった。そこまでしないと売れない本ってどんだけひどいのか気になってきたぞ。You can read them to me while we are on the road, Paimon. いいけど、先にオイラが一通り読むから、その間はオイラを背負っててくれよな。I'm actually curious how they will look. ラゾーリおばちゃんの家は集落から遠いから時間かかるよ。Melodious chant. What the hell? Sounds...Fishy. Ooh. Hello. Niengu, いい子だから巣に戻りなさい。ニエガはまだ休んでいるの。ラゾーリ、オイラたちが来たぞ。Hi. もう、急にどうしたの？白年まで。We came to visit Necha. お久しぶり、ラゾーリおばちゃん。ニエガから手紙受け取ったよ。勇敢なテクイが欲しいって書いてあったから持ってきた。でもこの本っていろんな想定が出てるじゃん。どんなのが好きなのかわからなくて。
あ、かがり木の民の伝達師に聞いてみたら、こういう柔らかいカバーのが流行ってるんだって。だからこれを買ってきた。シロネンは相変わらずね。さあ中に入って。ちょうどショコアトゥル水を作っていたところなの。味見していってちょうだい。シロネンは小さい頃ショコアトゥル水が大好物でね、うちに来るたび何度もおかわりしていたのよ。シロネンがこれくらいの頃、やっとニエガが生まれて、まあとにかくまずは中に。おばあちゃん、早く家に入ろう。旅人、一緒におばちゃんを支えてて。あ、そう。おいらも手伝うぞ。イエング、いい子にしてろよ。邪魔しちゃダメだからな。あ、早く中に入ろう、おばちゃん。Why are you playing with that? We have peanut.Hello? ごめんなさいね。何日か前にニエガの症状がまた重くなって、看病で数日寝れてないの。急に日に当たったら頭がクラッとしたわ。びっくりさせちゃったかしら。食はつる水を持ってくるから、みんなは座ってて。すぐ戻るわ。ノーシー。もう持ってきてあるよ。はい、おばちゃんの分。こっちはあんたたちの。ショコアトゥル水ってショコアトゥルの種で作るのか。苦いらしいけど実際どうなんだ。旅人、先に味見してくれよ。大丈夫大丈夫。おばちゃんはショコアトゥル水を作るとき、いつも砂糖をめちゃくちゃ入れるから、そんなに苦くないよ。前に来た時はあんなに小さかったのに、今のあなたはもう小玉の子を、いや、ナタを背負って立てるわね。おばちゃん家で飲んだドリンクと読んだ本のおかげだよ。You've been close for quite some time then, huh? ラゾーリとシロネンが同じ部族の人だってことは聞いてたけど、こんなに仲が良かったんだな。子供の頃、父さんと母さんはラゾーリおばちゃんの米作りの技術が素晴らしいとか、お手本にするべきとか、そんなことばかり言ってたな。家でゴロゴロしてると、いつもおばちゃんの工房に連れて行かれて、ちゃんと見て学べよとかって言われてさ。ご両親には先に帰ってもらって、ショコアトゥル水を作って部屋で遊んでもらっていたわね。そうそう。でカンカンって仕事の音を聞きながらドリンクを飲んでたんだ。でもおばちゃんが工房を広げるために集落を出てってからは、うちも遊びに行かなくなった。へえ。でもさっきキッチンにドリンクを取りに行ってくれただろ。なんでスイスイ場所が分かったんだ。昔おばちゃんが住んでた家とここは間取りが完全に一緒だから。例えば、うん、あ、ね、あそこがニエガの部屋でしょ。そうそう。あの頃はあの子の寝室にこもって本を読んだり絵を描いたりするのが大好きだったわね。でも今はもう大きくなったから、いつ来たくてもニエガのベッドじゃ横になれないわね。シロネン seems just like an older sister to ネチャ。ニエガもそう思っているわ。少し元気が出てくるとすぐに。手紙を書いてくれているシロネンお姉ちゃんはいつ会いに来てくれるのってしつこく聞いてくるのよ。だからこうしてきたんだって。お詫びにプレゼントまで持ってきたし、本はそこに置いといたよ。あら、あの子がねだったの。悪いわね。家にいても遠慮がちで、おやつだって聞いてから食べるのに、あなたにはプレゼントをねだるのね。はあ、厳しく育てすぎたのかしら。母よりお姉ちゃんの方が懐かれているわ。そうなの？だったら余計頼りないお姉ちゃんで申し訳ないや。病気が悪化した時は何の役にも立てなかったし、お見舞いも数えるほどしか来なかった。できたのは欲しい本を見つけてあげるくらいだよ。自分を責めないで。
あなたには部族の内理士としての重い責務があるんだもの。他に気が回らなくても仕方ないわ。特に私が仕事を放り出してから、あなたの負担はますます重くなった。おばちゃんにはミエガのお母さんとしてやるべきことがあったってことは、部族のみんなも分かってるって。ニエガにはお母さんが必要だった。それでも責任を放棄したのは変わらないわ。それに今もまだ再びハンマーを握る勇気がないの。全部あなたに押し付けてごめんね。空気が重いぞ。二人とも元気出してくれよ。ニエガはもう良くなったんだろ。心配しないでよおばちゃん、うち一人で大丈夫だからさ。でもニエガが完全に元気になったら戻ってきて、そしたら長い休暇を取れるから。戻ってきたらバリバリ働いてもらうから覚悟しててよ。手も貸してあげない。隣でショコアトゥル水を飲みながら応援してるよ。本当にそうなったらいくらでもショコアトゥル水を飲んでもらっても構わないわ。So, how did she get sick? 前まではこの話題に触れるのも怖かった。でも今はニエガがだんだん元のように元気になってきてくれているから、あの時のことに向き合う勇気も多少は出てきたわ。実はあの子の病気はアビスのせいなの。その日の夜は集落で次の米作りに関する相談をしていた。すると急に外から警告の角笛の音がして、普通のアビスの者が集落に奇襲をかけてきたの。私を含めた部族の全員が迎撃に出たわ。魔物を撃退した後、部族の守衛と一緒に家に帰って、ニエガが家にいないことに気づいたの。どれほど探したんでしょうね。2、3日かしら。結局そう高くはない崖の下であの子を見つけた。あの子は手に枯れたエンバーコアフラワーを握ってた。そして傷口にはアビスに侵食された痕跡が残っていたわ。私のせいなのよ。ああなる前に米を作ってくれないかとあの子に聞かれたの。当時は仕事で忙しくて、私、エンバーコアフラワーを見つけてくれたらそれを原材料に米を作ってあげるって言ったのよ。ニエガをこの腕に抱えて、どんなに名前を呼んでも目を開けてくれなかったわ。私が米を作るために工房を郊外に移したから、ニエガを一人で家に置いてきてしまったから、私の娘、私のニエガ、どうしてあんな苦しい目に遭わせてしまったのかしら。うわぁ、そんなに思い悩むなよ。ニエガはもう元気になったんだろ。手紙も書けるようになって、それでオイラたち、いや、シロネンがプレゼントを持ってきたわけなんだし。 Please drink some water. Things will get better. ごめんなさい。思い出すたびに感情をコントロールできなくなっちゃうの。ごめんなさいね。せっかく来てくれたお客さんを涙でもてなすわけにはいかないわ。食材を頼んであるから夕飯はうちで食べていって。チュペデカマロネスと魚のミントソースグリル、メインのお料理はタタコスよ。 The hell is タオタコス。そんなにたくさん一人で作るのは大変じゃないのか。オイラたちも手伝うぞ。 Enough talk. Let's try to fight eggs. Let me flex my cooking skill. ありがとう。でも大丈夫、お料理くらいどうってことないわ。あなたたちは食べるのをメインにお願い。私はもう若くないからそんなにたくさん食べられないわ。イヒヒ、オイラたちちょうどお腹空いてたんだ。絶対完食できるぞ。 I promise the plate will be picked clean. そういえば
シロネンはパステルデハイバが好物だったわね。魚のミントソースグリルはやめてパステルデハイバにしましょうか。確か魚の骨を取るのが苦手だったのよね。どっちでも、今は魚を骨ごと噛み砕いて飲み込めるから。もうそんなことしなくても魚の骨くらい取ってあげるわよ。それと食後のデザートはグレインカップがいい？それともチョコレート？チョコレート。えい、ルミニズミ。わかったわ。さて、料理の準備をするから少しだけ手伝ってもらおうかしら。注文した食材がもうすぐ届くはずだから、入り口のところで待っててくれる？届いたら中に運んでちょうだい。シロね、起きなさい。食欲がなくなるからご飯の前に寝ちゃダメよ。もう子供じゃないんだけど、食欲もバッチリだってば。子供じゃなくてもダメなものはダメ。若いうちに体には気をつけておかないと、歳をとってから。わかったわかった、行ってくるって。オイラたちも行こうぜ。すぐそこだし、そんな手間でもないだろう。あの子ったら。オッケー、タゾリ。あの子ったら、ニエガとそっくり。お、誰もいないぞ。外に出ればすぐに誰かがユムカリオに乗って空から降りてくるって思ったのに。かがり木の民の伝達師は空から降りてきたりしないよ。普通崖から降りてくる。見なくていいよ、いないから。Should we keep walking then? くそったるが。おい、はい、お前ら、すまんが、ラゾーリの家がどこにあるか知らないか。食材を届けに来たのか。 I don't see one。 食材？危うく俺が食材になるところだった。魔物たちが追ってきてる。話は後だ。お前らも手伝ってくれ。まあ、シロネン、オイラたち、あれ、シロネンは？うわあ、もう魔物と戦ってるぞ。オイラたちも早く行こう。Not the baby. Really? Wait, really? Okay, the baby it is. スケダチ三条、炎の盾。どれ？みんながそばにいてくれるわ。キズ、火に気をつけろ。せっ、じゃあ行くよ。どよめく進学。ナイス。よし、これで全部楽勝楽勝。荷物もほぼ無傷じゃん。ラッキーだったね。おかしいな。オイラたちが来た時はこんなにたくさんの魔物いなかったぞ。You must have bad luck, huh? You didn't provoke them, did you? 運だって。俺は昔からよくこの道を配達で使うんだ。これだけの魔物に襲われたのなんか初めてだぞ。それにここは集落に出入りするための主要な道だから。部族の奴らが時々魔物を退治してる。安全なはずだ。ただ最近理由はわからないが、ここいらの魔物が狂い出して、普段はおとなしいテペトル竜まで暴れ出してるんだ。はあ、ラゾーリの奴、どうせ米作りももうやってないんだから集落に戻ってくりゃいいのに。そうすればニエガだって一緒に遊ぶ友達ができる。あの子はまだあんなに小さいのに、まだ一度も。あ、ニエガの友達？あれ、うちの子ニエガに会ったことあったよな。確か
ニエガの好きな遊びも知ってるって言ってたような。What's going on with Decha? Why is everybody forgetting about her? 思い出せなくなった。おい、こいつも燃焼名国を持ってるぞ。So luck shouldn't be the problem, right? ショックのあまり記憶が混乱してるみたいだね。早く集落に戻りなよ。食材はうちらで運んどくからさ。こっちはうちが持つから残りはお願い。I'm sure thing. ありがとね。じゃあとはよろしく頼んだ。今日は出かけるんじゃなかったぜ。なんかおかしいよな。なんで今日会った人たちはみんないろいろ忘れちゃったの？ Oh, is it because it's connected to the mom? That's why it's like doing something. They all carry the thing. なんていうか裏があるような。Yeah, it is. 変な感じがするぜ。長く生きてれば変な日もあるって。とにかく食材を運ぼう。じゃないと夜ご飯が食べられないよ。やっと帰ってきたのね。遅かったからちょっと心配してたのよ。ちょっとしたトラブルがあったけどもう解決した。そう、解決したのならよかったわ。じゃあ夕飯を作ってくるわね。すぐできるからみんな座って待ってて。簡単なものばかりだけどね。さあ、遠慮しないでどんどん食べて。What do you want to start with? 自分で取るぞ。これと、これと、あと、これも食べたい。おかわり。もう食べたのか？お前、魚とかちゃんと噛んで食べたか？そりゃそうよ。魚は骨ごと噛み砕くってさっき言ったじゃん。もう一匹だけちょうだい。あとはニエガに取っとく。いいのよ。ニエガはこういうものは食べられないから、全部食べちゃっていいわ。あの子の体じゃスープしか飲めなくて、こういうのを食べても消化できないのよ。そんな、でも、ニエガはもうだいぶ良くなってきてるんじゃないのか？アビスの影響は不可逆でね。あの子の状況だと現状を維持するのが限界だってお医者さんが言っていたわ。でも大丈夫よ。今は話もできるし、手をつなぐこともできるから十分よ。たとえあの子が二度と私のことをわからなくても。え？どういうことだ？お医者さんはアビスがあの子の魂に不可逆の影響を与えたって言ってたわ。それで怪我をする前の記憶を全て失ったんだって。あの子は単純に忘れたのじゃない、過去に起きたことを二度と思い出せなくなったのよ。え、過去に起きたことを思い出せないってどういうことだ？名園の主が記録に使っている織物ウーベンのことは知ってるかしら？忘れるというのはウォーベンが色あせることに似ているの。塗り直せば色あせた記憶は再び蘇る。でもニエガはウォーベンの一部を切り落として灰になるまで焼き尽くしてしまったような状態なの。How? 好きだった本や花、この家で過ごした日々のことは全てアビスによって。Is that why people are forgetting? もう二度と蘇ることはないの。わかりやすい症状で言えば、今のあの子にとって私はお母さんを自称する知らないおばさんにしか見えていないわ。いい子だから一生懸命看病してくれているおばさんを悲しませたくなくてお母さんって呼んでくれているけど、本当はずっと本当のお母さんはどこにいるのか、どうして自分がここにいるのか、もしかしたら本当のお母さんに捨てられたのかもって不安な気持ちでいると思うわ。本当のお母さんはこうしてすぐ目の前にずっと一緒にいるのに、あの子にはもうわからない。だから、
自分の手でウォーベンを折り直してあげることにしたの？わ？知らねえ。一体何を言ってるんだ？それとも、ずっと前からウォーベンの修復は始まってたのかな？ Whoa. An inscription. Whose is it? So I am eating. 宅配の兄ちゃんのやつだよ。腰についてたから、ちょっと貸してもらう。When?全部の答えが分かったらちゃんと返すから大丈夫だってば。安いものじゃないしね。いつから気づいてたの？燃焼冥国が部族で流行り出した時期から目をつけてた。その時から冥国を身につけてる人の記憶が多かれ少なかれ混乱してるってことにも気づいてた。So this is like what? Cheap replica? 旅人たちもちょっとは違和感あったでしょ。Everyone have memory loss. Had something to do with nature. コメの製造技法で作ったアクセサリー。ただのアクセサリーにしちゃ、中の年素冥国があまりにも複雑すぎる。それに、冥国の形も流れもコメのと一緒だし、いくつかメインの流れとかつなぎ方をちょこっといじるだけで、年少冥国はほとんどコメって言えるものになる。燃焼冥国の中にはいつでも起動できる燃素冥国が仕込まれてる。なのにおばちゃんはそれを誰にも話してなかったでしょ。やっぱりあなたには隠し通せないわ。ええ、ニエガの過去の記憶を取り戻す方法はあるわ。とても簡単な方法よ。あの子のために過去の記憶を入れるためのコメを作ってあげるの。You're going to make an ancient name for Necha, but ancient name must be approved by the Bible. どうして大霊に認めてもらわないといけないか知ってる？コメが扱う記憶は全部地脈に保管されてるからなんだよ。で、地脈から記憶を抽出するためには大霊の協力が必要。でもおばちゃんは地脈から記憶を抽出するつもりはないんだよね。そうじゃなくて、燃焼冥国を使ってニエガのための巨大記憶データベースを作るつもりなんだ。そうでしょ。コメを作るのは記憶データベースから記憶を抽出するのにコメが必要だから。記憶のデータベースを作る？ちょっと待ってくれ。ってことは急にみんな色々忘れてたのは。 I thought they're just forgetting. I wasn't thinking about extracting, I guess.Wouldn't Necha have forgotten her own past? Her life was still witnessed by other people. 他の人の記憶を使ってニエガの過去を保管する。That seems extreme, don't you think? もう私の考えなんてお見通しね。シロネンは昔から本当に優秀だわ。私なんかよりずっと。そうよ。こうやってニエガに関する記憶の整合性をとって、あの子の過去を取り戻してあげるつもりなの。What does it cost? でも、燃焼冥国に記憶を吸われた人たちはどうなるんだ？安心して。部族の人たちに危害を加えないように、燃焼冥国による記憶の抽出はちゃんと細かく制御しているわ。これは燃焼冥国を制御するための中枢冥国よ。そしてこの中枢冥国こそが、これからニエガが持つことになる孤名なの。これ、全部ラゾーリが一人で作ったのか？ Even though it's not official, there's a lot of things. There's a lot to do on your own. そうね。たくさん頑張ったわ。おかげでとても疲れちゃった。年を取りすぎたのかしらね。You can't be working alone. That's probably far too easy or something. あなたたちも見たでしょ？日の光にちょっと当たっただけで倒れそうになっちゃうのよ。もしかしたら明日、いや、今すぐ倒れてしまうかもしれない。でも、ニエガの孤名はまだ完成していない。記憶をしまうところまではできたけど、まだあの子とこの中枢冥国をリンクさせる方法がわからないの。おばちゃんの孤名を改造するのかと思った。それも考えたわ。でも私の孤名とあの子のことは関係ない。助けにならないし、今は必要ないわ。分かってると思うけど、
こんなものを作るにはかなりの代償が必要だよ。わかっているわ。でも私のニエガが帰ってきてくれるのなら全てを差し出しても構わない。今やらなきゃいけないの。そうじゃないと私がいなくなったらあの子はもう二度と自分の過去を取り戻すチャンスに。 And we can leave the now. そうなったら This is the story. Yeah. どうして自分の名前がニエガなのかさえ忘れたまま、自分がどこから来たのか、どこに行けばいいのかもわからないまま、一人で孤独に世界をさまようことになるのよ。あの子は私が名前をつけた、私の娘。母としても内理師としても、あの子の名がこのまま失われるのを見ながらただ手をこまねいているわけにはいかないわ。シロね。Shouting in a moment. 中枢名国は持ってくよ。バラバラにして構造と具体的な用途を確かめる。それが分かるまで何も言えない。ニエガにお休みって言っといて。あの、ちょっと待って。旅人さんとパイモンちゃんに作った名国が完成してるから取ってくるわ。待たせてしまってごめんなさいね。それはおばちゃんがしまっといて。旅人とパイモンはニエガに会ったことないから記憶は抽出できないよ。そんなつもりは。これはただのお礼よ。受け取って。何の音だ。ニエガが起きたのよ。あの子ったらまた一人でベッドを降りようとしているんだわ。ごめんなさい。シロネン、You wanna check my gift? Question mark。 一人でベッドから降りないで。欲しいものがあったらお母さんが取ってくるから。おばちゃんはニエガの面倒を見てて。行こう、旅人、パイモン。話したいことがある。一旦集落に戻ろう。工房によって取ってきたいものがあるんだ。中枢名国を分解するのは結構骨が折れるかも。Yes, ma'am. いるもの取ってくるから外で待ってて。中は散らかってるから案内はやめとく。A mess is what I like best. That's the line.誤解。汚いから恥ずかしくて見せられないとかじゃなくて、本とか書類とか、名園の主からもらってきた転籍とか、物で溢れててさ、びっしり天井まで積まれてるから足の踏み場がないって意味。一回資料を調べるのに夢中で鍵をかけ忘れちゃったことがあってさ、カチーナが入ってきて大変な目にあったらしいんだよね。工房に入ったら速攻巨大な名園の主のウォーベンに驚いて、振り返ったら今度は炭造図の本の山をひっくり返して、崩れてくる本を避けようとしたら今度は後ろの図面ケースにつまずいて転んだところに分厚い炭造図の本がすっごい勢いで頭に落ちてきたんだってさ。was he okay? なんとか。でも意識がぼんやりしてたみたいで、子玉の子の部族死に埋もれそうになってたよ。ちょうどうちが気づいて手遅れになる前に2階に引き上げたからよかったけど、あれからカチーナはうちに来るとき絶対中に入らないんだよね。I thought the workshop is supposed to be full of tools. シロネンは職人だもんな。オイラも工房の中は武器とか鎧とかでいっぱいなんだと思ってたぞ。でもそれなら工房っていうより図書館みたいだな。ま、うちの本職は米作りだしね。米を作るのってめっちゃ大変だよ。剣とかクワと違って必要な技法の参考書の他に転籍もいろいろ読まないとだし、あんたたちも知ってると思うけど、米は何らかの精神を表すものなんだ。つまり精神を反映する無数の樹石を伴うのが普通。もっと簡単に言うと、米の本質はある種の精神の具現化だってこと。米の内理師として新しい米を作るとき、作業としての鍛造だけをやって終わりってわけじゃない。
古名が表す精神を明らかにする方が大事なんだ。でもって精神を明らかにするには関係がありそうな物語をできるだけ集めて全部に目を通すしかない。でも人って自画自賛するとき結構話を持っちゃったりするじゃん。明らかに持ってたりアレンジが入ってたりしそうな物語があったら、今度はその物語に関係ありそうな物語や資料を芋づる式で探してきて集まったものを照らし合わせてみるしかなくて、それができてやっと物語の装飾部分を剥ぎ取って真実に近い状態に戻すことができるわけ。真実の物語からしか真の精神は見つけられない。それを見つけてようやくうちらはその核を古名として具現化させることができるの。古名の原理は聞いたことがあったけど、改めて詳しく説明されるとなんだかすごいな。ソニーで can be even more powerful。 いくらすごい古名でも武器に変身したり拳で山をぶち抜く力を授けたりは無理だかんね。あくまで代々引き継がれる精神の力だから、そういう分かりやすい効果はないの。例えば二人の名前もそう。生まれた時から誰かが二人に祝福を用意してくれてた。その人は祝福を名前に集約して二人に与えた。二人が名前を授かったのは過去の出来事かもしれないけど、その名前は二人と一緒に未来に向かって歩んでくれてる。名前は過去に立つ人々が未来に送る祝福。謎折りおばちゃんが昔教えてくれたことなんだけどね。名前っていう祝福が一緒にいてくれることで人はより安心して未来に進めるんだ。ほら、夜道を歩くときランプがあると多少安心するじゃん。おお、わかるぞ。暗い夜道を行くときって一人だと怖くて、しかもすぐ疲れちゃうんだ。そう。でも誰かと一緒ならそんなに怖くないし、疲れはするけど一人よりはマシだぜ。こいつのそばにはいつもオイラがいるからそんな心配ないけどな。オーケーバディ。ほんとお前ってついてるよな。Please, you're always the one that get tired when we're on the boat. オイラは飛んでるから疲れやすいんだ。っていうか、話がそれたじゃないか。本題に戻ろうぜ。At least try not to eat so much then. とにかく、それが内理士になる訓練を受けたときに、ラゾーリおばちゃんから教わったこと。正直、うちは2割くらいしか理解できてないけどね。それ、ほとんど分かってないじゃないか。いや、少なくとも一番大事なところについてはおばちゃんと同意見だから。ちょっと話しすぎちゃったよ。残りは後で。ここで待ってて。取ったらすぐに戻ってくるから。 OK。 Open the door of the workshop. Some unsettling crashing sound. OK.Eventually, you come out with a box, turns around, and kick the door closed. Jesus. Something's wrong. Okay. さて、中枢冥国を分解しに行こう。そんなに時間はかかんないはず。着いた。ここだよ。高い崖だな。どうやって分解するんだ？あの山のてっぺんから冥国を投げるのかよ。I'm sure she knows what she's doing. この崖の面に粘素を刻印して。中枢冥国の内部構造を調べるよ。さてさて、ちゃんと起動できるかな。前回使った時はまだ見習いだったんだよね。
古名の内部の粘素冥国を作るときは、先に崖や空き地で同じ構造の冥国図を作るの。で、粘素がちゃんと冥国の脈動を通れるなって確認してから、古名の内部に小型の脈を刻むんだ。中枢冥国に損傷を与えずに分解するにはこいつを使わないと。I wouldn't be surprised if she's accidentally causing abyss-related corruption to the other people with it. まあそんなとこ。普通の未完成の古名の殻なら直接こじ開けて、粘素で中の冥国を押し流せば何でもわかるんだけど、この中枢冥国は、まあ勝手におばちゃんからのニエガへの祝福を壊すのも気が引けるしね。この中枢冥国ってシロネンが理解してる2割に入ってるのか、それとも分かってない8割の方か。There's an 80% chance that it's part of the 20%. What? 大丈夫だって。一番大事なとこについてはおばちゃんと同意見だって言ったっしょ。うちもおばちゃんも名前自体に価値があるってことは認めてる。名前があってこそ物事を分類して数えることができる。だからこそ世界は整理されて理解できるものになるんだよ。例えば鉱石を注文するとき、うちは純度35くらい、不純物の含有量 3% 以下の火山小石をくださいとかっていう。Okay. でも名前がなくなったらどうなると思う？これとこれをください、いややっぱりこっち、いやそれじゃなくてあっちのみたいな感じになっちゃうでしょ。名前は職人の仕事の標準化プロセスにおいて一番大事ってこと。名前がなくなったら仕事にならないよ。 So you're talking about it from a technical perspective、実際古名の製造は根本的には技術的な問題だしね。名前がどうして重要なのかとか、そっちの問題は仕事に支障をきたさない範囲で実践しながら理解していけばいいでしょ。 Sounds efficient? 古名を作るのは簡単じゃないからね。どうせ今集落にいないし行っちゃおっか。もうちょっとわかりやすく言うとね、古名を作るのは本質的にはナタの歴史上の英雄たちにあだ名をつける営みなわけ。人に名前を与えるのは、その人に対しての自分の願いを表現できればいいから、主観的でいいっしょ？でもあだ名は客観的でないと。正確なあだ名をつけるには、めっちゃ観察してめっちゃ考えないといけないんだ。コメ、てか、あだ名が十分にその人のエッセンスを捉えてないと、誰も覚えてくれないしね。だからうちは、できるだけ使えそうな資料を集めて、正確なあだ名をつけようと努力してる。もしそれが少しでもずれてて、みんながあだ名を誤解してしまうようなことがあったら、それはうちの内理師としての大きな失敗になるから。See, your nicknames need more thought and observation, Paimon. シロネにあだ名をつけようなんて思ってないぞ。それにもともと、オイラのつけるあだ名は特徴をちゃんと捉えてて覚えやすいしな。気になるな。パイモン、うちにもあだ名をつけてよ。Dear God。え、本当につけてほしいのか？もちろん。あだ名をつける者同士、遠慮することないって。あだ名、あだ名。シロネンは、ネスを使って武器を作る。それから、人にあだ名をつける。Don't stress over it, Paimon. What? Nenso easy. いいね、いいね。言えてみようじゃん。覚えとくよ。パイッチも、もうちょっとうちの仕事を観察してれば、もっといいあだ名が思いつくようになるかもね。これから Nenso easy. You're Mrs. Smith. まあ、見ててよ。Okay, Smith.What the hell? I'm sorry, what do you want me to do? Oh. 角度を2度調整、終了。誤差は許容範囲内。
念のため刻印パスを延長。スペースを少し残さないとか。じゃないとリンクを有効にした時に。 I go down? You can go down? What? This is so goofy. I didn't know she can do that.Is that the power of the children of the echoes? 小玉の子は関係ないよ。あれはこの粘素を入れた靴と粘着反応のおかげ。でもさっきので入ってた粘素をほとんど使い切っちゃった。次からは予備の粘素管も持ってくるか。Don't tell me you actually already covered head to toe in work equipment. まあね、使えそうなやつは全部。今度時間があったら装備を紹介してあげる。今はまず目の前の仕事に集中しよう。どれどれ。アンカーの一番から、ノード3の粘素でアクティブカット。崖に大きな図面が出てきたぞ。 How does that work?After some time, the blast of thingy ceased and the inscription returned to her hand. Shirone, the test is over. How was the result? The Nenso Meikoku was not an issue. The detailed adjustments were all due to the production of Komei's technique. So you're saying that everything is normal? So then, Oira, can Lazuri and Niega help you do the help?How about the other people, Rando? でも、いい知らせと悪い知らせがある。あ、選べたかじゃなくて、普通に両方教えるけど。いい知らせを聞き終わったら、耳を塞ぐぜ。聞かなくても事実は変わらないけどね。それと、話す前に旅人に一つ質問がある。What? 記憶の抽出についてどう思う?Tough question, huh? Doesn't seem right. やっぱあんたもそう思う?それなら話が早い。前提の説明とか昔から苦手でさ。まず、記憶の抽出には制御できない要素が多すぎる。技術的な観点から見れば、明国の作動範囲をもっと広くできる可能性が高い。おばちゃんの体は耐えられないだろうけど、協力者がいれば、明国を使ってもっと大掛かりなこともできるはず。協力者ってなんかラゾーリが悪いことをしてるみたいに聞こえるぞ。ここからいい知らせね。燃焼冥国は確かに犯罪にはうってつけの道具だけど、今んとこ協力者はいないっぽいし、冥国の力を乱用してるってこともなさそう。つまり客観的に見て、燃焼冥国を使った犯罪が存在するかは一旦結果待ちってとこかな。で、悪い知らせは燃焼冥国には感化できない問題があるってこと。前も言ったけど、コメイは大霊の力を借りる装置なんだ。コメイの所持者は大霊の力を使って地脈から情報を読み取ることができる。大霊は中継機みたいなもんで、コメイの所持者が地脈に含まれる情報を感知するのを助けてるってわけ。大霊の力を借りないで、他の道具も使わずに地脈から特定の物語を見つけようとするのは、大河の本流から特定のサイズの砂粒を拾おうとするのと同じこと。So before you even able to retrieve the sand, you most likely drown. そういうこと。そんなことになれば、人は魂が抜けちゃったみたいになるか、気が狂ってずっとブツブツつぶやき続けるようになるか、どっちかだろうね。さて、おばちゃんが集めた記憶が地脈だとすれば、ニエガはその地脈で唯一コメを持ってる人ってことになる。おばちゃんが何の道具も持たせずにニエガを記憶の大河に放り込むはずがない。そんなことをしたら、あの子は膨大な記憶に流されちゃうからね。うん、とはいえ、
すべての記憶を失ったニエガは、たとえ道具を使っても自力で正しい過去までたどり着けるはずない。ニエガの過去をフィルタリングできるのはおばちゃんだけなの。だからうちは、おばちゃんが本当にしたかったことは、ニエガの大霊になって必要な時に記憶の抽出を手伝うことなんじゃないかと思う。理想的な状況なら別に何の問題もない。毎回正しい記憶を見つけられるってことさえ保証できれば、ニエガは過去を取り戻したも同然になる。おばちゃんはニエガのことなら何でも覚えてると思うから、間違えることもないだろうしね。ただおばちゃんは大霊じゃない。あの体じゃもう長くは持たない。I see. This is a problem we can ignore. でも、そんなのどうやって解決すればいいんだよ。どんな方法を使ったって、ラズーリは。She already made up her mind. 名前は、過去に立つ人々が未来に送る祝福。うちも決めた。おばちゃんに会いに行こう。シロネ、もうどうするか。決まったみたいね。うん、これはうちの研究をまとめたものだよ。中枢冥国のコントロールを調整する参考になると思う。燃焼冥国の改造、うちも協力してあげる。でも代わりに全ての冥国の管理と使用時の監督はうちがさせてもらうから。それと冥国が汲み取れる記憶はニエガの過去に限定すること。期間についてはまた後で一緒に話し合おう。Is this part of the plan? もし範囲を超える記憶の抽出が分かったら、犯罪行為としてみるよ。その時点で燃焼冥国に関することは全て中止。あとデータベースの作成が終わったら、すぐに燃焼冥国の抽出機能を停止し、出力機能のみにして。ええ、約束するわ。ありがとうシロネ、本当に。おばちゃんも知ってるっしょ。うちってこういうのに弱いたちだって。助けが必要なら言ってくれればよかったのに。コメを作る技術を無断で他のものに流用するのはあまり褒められたことじゃないでしょうから。私、まあ確かにそうだね。でもさ、助けを必要とする子供や失われそうになってる名前と比べたら、そんなの大したことじゃないでしょ。すべて終わったら一緒にパカルのところに行って全部話そう。いい？ええ、ニエガのためならどんな罰でも受けるつもりよ。さて、まずはテーブルを片付けよっか。とりあえずプランを立てないとだね。テーブルスクリーン。どうやってニエガに燃焼冥国をコントロールさせて記憶を抽出させるか、じっくり考えないと。そういえばおばちゃん、あの本はニエガにもう渡した？いえ、まだよ。せっかくニエガのために用意してくれたプレゼントだもの、そんなあっさり渡したらもったいないじゃない。綺麗な箱に入れておいたわ。誕生日当日のサプライズにしようと思って。え？ただの古い本だし、そこまでしなくても。 That is not a kid down there, man. What the hell is that? ニエガがまた起きたのか？今回は随分と大きな音だな。まるで何かが床に落ちたみたいだったぞ。ノックオブサムティング？もしニエガが下敷きになってたら大変じゃないか。早く見に行こうぜ。オイラ先に行ってるな。ニエガ大丈夫？シロネン、お姉ちゃん。おお、お前がニエガなんだな。ニエガ、何度も言ったでしょ、ちゃんと休んでなさいって。昨日まで熱があったのよ。おはよう、ニエガ。おはよう、シロネ、お姉ちゃん。本、ありがとうね。何回も読んじゃった。お、何回も？でもさっき、本は箱に入れたって言ってなかったか？ Don't speak in front of the child, please. Goodness.きっとまた思い違いだわ。この子が読んだのはシロネンが送ったものじゃなくて私が買ったものよ。数日前、どうしてもその本が欲しいって言われてね。本には詳しくないけど、
ダメ元で集落の中を探してみたの。Are you sure you're okay? 一冊見つけたからそれを買ってこの子の部屋に置いといたのよ。けどその後ニエガが急に高熱を出して私も看病に追われてね。そしたら本のこともシロネンにプレゼントをねだったこともすっかり忘れてしまったみたい。おばちゃん、その本ってどっちのやつ？どっち？確か本を売ってくれた店主はハッピーエンドの方だって言ってたはずよ。今買えるのはそれしかないって。はあ、私のせいでモラを無駄遣いさせてしまったわね。それどころかサプライズも台無しに。いいって、たかが本だし、ニエガが喜んでくれてるならそれで十分だから。ニエガはまだオイラたちのことは知らないよな。オイラたちはパイモンお姉ちゃんに旅人お姉ちゃんでしょ。はい、お母さんから聞いたよ。オイラたちのことを知ってくれてたのか。はい、今日はなんだか体調良さそうじゃん。ずっと引きこもってたみたいだしさ、うちらがニエガを連れて近くを散歩でもしてこよっか。おばちゃん、Let's check your temperature. Seems the fever is gone. Cool. でもニエガの体じゃ大丈夫だって。おばちゃん、うちと旅人がいる限りニエガの心配はいらないから。もちろんそう遠くまで行かないよ。万が一何かあったらすぐ医者に連れてくし、それにもうすぐこの子の誕生日っしょ。その買い出しにちょうどいいんじゃない？当日はドーンと祝ってあげないと。どうかな。お母さん、私走り回らないって約束するよ。この間も言ってたでしょ、もっと新鮮な空気を吸わないとって。はあ、仕方ないわね。分かったわ。ちょうど修理の終わった燃焼名国を集落へ届けに行くから一緒に行きましょう。あ、ちょっと待っててくれる？ニエガの水筒とタオル、あとお薬を持っていかないと。それと日傘も。すごい荷物だな。You can camp out with all this stuff. 転ばぬ先の杖よ。さて行きましょう。Jesus, that is a lot. ニエガ、ちゃんといい子にするのよ。白年お姉ちゃんたちに迷惑をかけないようにね。荷物はうちが持つよ。ニエガも遠慮しなくていいから、何かあったらすぐ行ってよ。子供の頃、うちも散々おばちゃんの世話になったし。ひ、そうだぞ。せっかくのお出かけなんだ。思いっきり羽を伸ばさないとな。We don't start. If you don't up, if you don't start up with some trouble, then you're little. Then you'll never get the chance to do it again. みんなありがとう。お母さんも安心して。ちゃんといい子にしてるから。まずはイクナルのところに行きましょう。ずっと彼女の燃焼名国を預かってたけど、やっと持ち主に返せるわ。ラゾーリ、集落に来るなんてどうしたの？おる、ニエガちゃんまで来てるなんて。順調に良くなってるみたいだね。お散歩ができるようになったんなら、もう少ししたらチャニルたちとも一緒に遊べるんじゃない？そうなるといいわね。今日はこれを持ってきたの。はい、修理を頼まれてた名国よ。え、わざわざ届けに来てくれたの？ありがとう。あ、そうだ、この間いい鉱石を見つけたから、ニエガちゃんに綺麗なアクセサリーでも作ってあげて。トシコ、キラキラする指輪を見るたび喜んでたよね。でしょ、ニエガちゃん。きっと喜ぶわ。ありがとう。気にしないで。ちょっと待ってて、鉱石を持ってくるから。アクセサリー作りはうちに任せて。ニエガ、どんなデザインがいい？What the hell? No. エンバーコーフラワーがいいと思うわ。この子エンバーコーフラワーの形の子名が欲しいって前からずっと言ってたから。オッケー。じゃあ来年の誕生日プレゼントはこれで決まり。あ、ごめんニエガ。
これじゃサプライズ感がなくなっちゃうか。ううん、大丈夫だよ。知らねえお姉ちゃん、ありがとう。あったあった、お待たせ。さ、受け取って。そうだニエガちゃん、今度また鉱石のことを知りたくなったら手紙でも何でもいいからいつでも聞いてちょうだい。この前いきなり火山小石が欲しいって手紙をくれたでしょ。あの時はびっくりしたよ。あ、迷惑をかけてごめんなさいね。体調が良くなってからあれこれ興味を持つようになったのよ。ちょっと経路系、体が弱いせいで自由に外を歩けないでしょ。だから部族のみんなに手紙を送っていろんなことを聞きたいっていつも狙ってきて。マーモー系。何せ小玉の子の子供だからね。鉱石を好きになるのも無理ないって。なんだかいい感じだな。新しい方の勇敢な手食いの主人公みたいに、もうすぐ家族のリマークを救えそうな雰囲気だぜ。Somebody gonna die? Is that the foreshadowing? Hello, autoplay. オイラたちは今、テクイは山と炎の女神にこの心と血を引き換えに弟の名を伝承させてほしいと祈りを捧げた。すると女神は、あなたの祈りは届いたわ。けれど、あなたの弟はもう血縁者。パイモン、are you sure you're reading the right book?で落ちてしまったと答えた。そしたらテクイはこう言った。我の血を炎に変え、我が心で奥底まで照らそう。この血尽きる前に弟を連れ戻してみせる。おお、ニエガって記憶力がいいんだな。オイラも覚えてるぞ。本人は確か、あれ書いてあったんだっけ。 Don't tell me it's you now. どう、おいらは2冊一気に読んだから、似たような物語と文章のせいで内容がごちゃになっちゃってるんだ。 My guide is forgetting. でもやっぱり古いバージョンの方がおいら好きだな。子供にはちょっと難しいかもしれないけど。そういえばニエガはもう一つの結末を知らないよな。後で読んでやるな。うん、もう一つの結末も知ってるよ。I had a feeling。 お前って片方しか読んでないんだよな。あら、楽しそうに何の話をしてるの。お母さん、旅人のお姉ちゃんとあの本の結末について話してたの。悪者が倒されてみんな無事にお家に帰ってハッピーエンドになるっていう。素敵なお話ね。でもそんなに早く読まれちゃうと今夜寝る前にお母さんが読んであげられる本がなくなっちゃうわ。また今度童話の本を買ってあげるから今日の夜は我慢してちょうだいね。わかった、お母さん。So, how's the box? なかなか Are they rocking? 来年のニエガの誕生日には丈夫で綺麗なアクセサリーをあげれそう。でも今は今度やる誕生日会の方を優先しないとね。で、I bet you heard that. 次はアポパロンのところね。すぐそこよ。おいでニエガ。あんまり離れないようにね。うん。お母さん。What is your mom doing to you? Hello? 今日はやけに蝶を見るな。どうなってんだ? What's wrong with your eyeball? ボールの兆しよ、アポパロン。これはこれは。偉大な内理士が二人揃ってご登場とは。いらっしゃい。ラゾーリ、今日は何を買うんだ。いつも通り割引するぜ。おー、いきなり割引してもらえるなんて。ラゾーリって人望があるんだな。内理士として部族のために尽力してくれたからな。割引くらい当然さ。
いつもありがとう。はい、あなたの燃焼名告よ。治ったから持ってきたの。おじさんにお礼を言ってちょうだい、ニエが。おじさん、ありがとう。ひょっとして、ニエガちゃんか？ラゾーリから写真を見せてもらったことがあるよ。元気そうでよかった。よし、店にあるものを何でも一つ選んでくれ。おじさんからのプレゼントだ。ありがとう。でも大丈夫だよ。もうたくさんのものをもらったってお母さんに聞いたから。あれは君の家に送ったものさ。君自身にはまだプレゼントしたことないだろ。あ、もしかして照れてるのか？ならお母さんに代わりに選んでもらったらいい。おばちゃん、せっかくだし選んであげたら？アポパロンが作るドリルと小型ピンセットってどれも質がいいしサイズも正確なんだよ。Okay, really? それにめっちゃ頑丈だし。給養の時はうちもここで買ってんだ。そうだ、子供用のハサミはまだ残ってる？いくつか種類があるでしょ？ What? ああ、まだ少しあるぞ。裏に置いてあるから欲しいなら持ってくるぜ。手間かけちゃうし、それなら直接裏に行って見てくるよ。おばちゃんも行こう。そう時間もかからないからさ。でもそういうのには詳しくないし。シロネ、あなた一人でも。ハサミの模様とか種類とかいろいろあるし、一緒に来てよ。ミエガが一番好きそうなものを選べるとしたらってさ。She's using me to talk to the child. Nice. Sure.そうね、ちゃん、シロネのやつ、ラゾーリを引っ張ってハサミを見に行っちゃったぞ。世話しないやつだな。 Be sure to stay close. うん、ちゃんといい子で待ってるよ。ねえ、パイモン姉ちゃん、勇敢なテクイの中で一番好きな登場人物って誰？もちろんテクイだぞ。あいつは家族を救うためにいろんな方法を使って頑張ってたからな。結局家族と一緒に暮らせないけど、最後までなかったあいつはすっごくかっこいいと思うぞ。Maybe it's the mother that got hit by the beast and not her. You know, that would be interesting. He's a brave character. ニエガはどうだ？誰が一番好きなんだ？私はリマークが好きかな。コアトリクエに体を奪われてもずっとテクイのことを忘れなかったやつだな。あいつも確かにすごかったぞ。あの強さがなかったらきっと二人とも最終決戦でコアトリクエにやられてただろうな。 Seems like you were really immersed in the story, huh? 本を読むからには物語に入りきらないとつまらないだろ。ちょうど時間があるし、勇敢なテクイごっこでもやらないか？お前がリマークで、オイラがテクイをやるな。 You just like to recite epic lines, don't you? お姉ちゃん、私、シボのコアトリクエをやってもいい？ That's an interesting one. そいつって悪役だろ？シボはリマークを食べた上にその姿に化けちゃうんだぞ。 You said it yourself. That's the old version. ああ、そうだったな。ニエガが読んだのはハッピーエンドの方だったぜ。確か、新しい方の結末ではコアトリクエはやられて、リマークとテクイの両方とも生き残るんだよな。まあ、どっちの話をやるにしても違うのは最後のセリフだけだし、ニエガは好きなセリフを言っていいぞ。オイラは両方とも読んでるし、うまいこと合わせてやるぜ。私が一番好きなのはラストのあのセリフなの。ニエガ、こっちに来てくれる？まあすごい汗じゃない？大丈夫？お母さん、ほら拭いてあげるからじっとしてて。さ、お水も飲みなさい。この子ったら遊んでるとつい夢中になっちゃうんだから。プレゼント選びはバッチシだよ。アポパロンが包んでおばちゃんの家まで届けてくれるって。二人はニエガと遊んでた感じ？いいところだったのに。
You leave it on us on purpose, didn't you? そうだったのか？そう言われると確かに。さっきもわざとラゾーリを引き離してたよな。It seems like she wants to say something. ま、この件は一旦忘れてくれる？今はうちを信じて、まだ手を出さないでおいて。Okay. おばちゃん、次で最後にしよっか。今日は暑いし、ニエガを長時間外にいさせるのも良くないっしょ。そうね。最後に長園のところに行って帰りましょうか。長園、燃焼名国を直したわよ。特別に補強もしてあるから、もうそう簡単に壊れたりしないわ。助かったよ。あの火山小石はどうだった？使えそう？ええ、十分よ。ありがとう。礼なんていいって。ニエガちゃんが元気になってくれたらそれでいいから。ありがとう、長園お姉ちゃん。まったく、親子揃って律儀なことで。あれほどの燃焼名国を作るには相当功績が必要だと思ってたけど、長園さんがラゾーリおばちゃんの共犯者だったってわけ？シロネン？うちらもあんたと同じ。We are all doing our best here. ヒヤッとしたよ。チクられるのかと思った。もしパカルに知られでもしたら大変だろ。ただ、正直なところ、もう隠しきれそうにないんだよね。しょっちゅう遠出してるし、鉱石のストックも急激に減ってるから。前にパカルにも聞かれたんだ。その時は新しいアクセサリーを考えてるせいで鉱石を大量に使ってるとしか言えなくってさ。遠出する時は新しい鉱脈を見つけたから宝石を採掘しに行ってるってごまかしてる。おっと、ごめん長々と。さ、入ってちょうだい。ええ、少しだけ休ませてもらうわ。あの、長園お姉ちゃん、あそこのアクセサリーを見ててもいい？イミッシュのところにあるやつ？いいよ。でも、あんま日に当たらないようにね。オイラも！なあ、ニエガと一緒に見に行こうぜ。ナタのアクセサリーをじっくり見たことなかっただろ。 If the price is good, we could buy you something. 本当か？それなら、よく吟味しないとな。Don't be greedy.おばちゃんもしばらくアクセサリーなんて買ってないっしょ。見てみたら。Okay, let's keep talking. ニエガ、こっちこっち。オイラたちアクセサリー選びの経験がないから一緒に見てくれ。お姉ちゃん、私。ニエガ、おいで。That's quick.ごめんね、長園、シロネン。もう遅いし、そろそろおいとまさせてもらうわ。ニエガの誕生日まで。Who's the one here? Is it her? Is it the mom? ああ、気にしないで。一番綺麗なアクセサリーを持って、ニエガちゃんの誕生日を祝いに行くから。お母さん、私…Okay. また熱が上がってきたわね。さ、おんぶしてあげる。早く帰りましょう。まったく、遊んでるといつも体のことを忘れちゃうんだから。帰ったらお説教ね。私は別に。言い訳を教えた覚えはないわよ、ニエが。ごめんなさい、お母さん。ただ。がこっちを見てるぞ。なんかおかしくないか？どうしたらいいんだ？ Just wait. 今日は楽しすぎてついはしゃぎすぎちゃっただけでしょ。しょうがないって。おんぶはうちがするよ。おばちゃんだって体の調子が良くないんだし、無理しないで。Okay. 家までおんぶしたらベッドで横になる羽目になっちゃうよ。大丈夫よ、これくらいなら。さ、ニエが。お家に帰るわよ。
たち親子に長いこと付き合ってくれてありがとう。シロネ、旅人さん、パイモンちゃん、ニエガの誕生日会にはぜひ来てちょうだいね。I'm guessing after that incident, she never, she became a control freak, I assume. Is that the case here? I will be there. ええ、ニエガももう寝る時間だし、今日は失礼させてもらうわ。そうだね。おばちゃん、うちが買った勇敢な手首をニエガにあげるのを忘れないでよ。探すの大変だったんだから。はいはい。あなたの頑張りを無駄にするはずないでしょ。シロネンお姉ちゃんがくれた本には特別な意味が込められているから、ニエガも大切に保管するわよね。でしょ、ニエガ。うん、ありがとう、シロネンお姉ちゃん。ん？保管するだけ？読まないの？この童話は何回も読み聞かせてきたもの。ニエガったらセリフだって全部覚えているのよ。だったら大丈夫だよ、おばちゃん。だってうちが用意した勇敢な敵はニエガの知らないやつだからね。の？え？他とは違う本なの？まあそんな大差ないけど、ただ物語の結末がおばちゃんが買ったやつと少し違うの。うちが渡した勇敢な手首は改訂される前の古いやつなんだ。出版されたのはニエガが病気になるよりずっと前。シロネ、いつからそんなに童話に興味を持つようになったの？別に、うちはただ疑問に思っただけ。もしおばちゃんの言うニエガの症状、oh, she... つまり She haven't read the book. She just remembered it. So she didn't get hit by this. 古いバージョンの勇敢な手首の結末も、ニエガが忘れてしまう過去の範囲に含まれてるって。It's the mom. 言い換えれば、もしニエガが古いバージョンを病気になってから読んでなければ、もちろんその結末も知るはずがない。Bye. Please tell me the mom. わからないのだけれど、たかだか物語の結末にどうしてそう引っかかっているの？この子が覚えていたら何が証明されるのかしら。私の知らないところでニエガがこっそり抜け出して、どこかで不意な証言の可能性もあるでしょ。だね、その可能性は否定しないよ。病気になった後のことはニエガも覚えてられるし。じゃあ聞きに行こっか、集落のみんなに。ニエガが自分のところに来たかどうかを。うちらの部族で本を売ってる店なんて指で数えるほどしかないでしょ。それかどこで読んだかをニエが本人に聞くのでもいいけど。集落の人は名国を持っているし、もしかしたらそれに関する記憶も。つうことは年少名国がここ最近のみんなの記憶に影響を与えたってことだよね。おばちゃん、前にも言ったっしょ、そういうことをしたら犯罪行為としてみる。その時点で燃焼名国に関することは全て中止だって。家に他にも本があるのよ、きっと。その血を焼き尽くしたくはない。しかし君の心を見た。え、答えて、ニエガ。ニエガ、部屋に戻りなさい。わ、私いい子にするって言ったでしょ。ニエガ、手紙を出したのはあんたで、うちに本をねだったのもあんた。自分のために声を上げられるのだってあんただけなの。さあ、話したいことがあるなら聞くよ。今ここでこの名を刻みつけてくれ、兄さん。僕を覚えている限り離れることはない。黙りなさい。おお、へい。ことはニエガを本当に覚えてるんだ。知ってる、私全部知ってるの。シロネお姉ちゃん、助けてお願い。うわ、下がっちゃったぞ。シロネ待てって。地下の道も塞がれちゃってる。罠があるかもしれないから入らないで。おばちゃんが予備で作った名国っぽいね。全部ここにあるみたい。
There's no one here. Where did they go? コメを完成させるために彼女が行く場所はあそこしかない。行くよ。ついてきて。Yo, auntie, what the hell?謎おりおばちゃんの工房だよ。内理師を辞めた後、ここを閉鎖したの。どうやら部族のみんなが騙されてたみたいだね。How do you fit this in that wall? Interesting, lady. Anyway, I'm here. 悪事を働くのは悪い人を雇って協力してもらうのが定番でしょ。まとめてぶっ潰す。手加減はなし。Okay. Okay. Okay. Hmm.This is so weird. Oh, she can stay there. Oh, cool. Okay. What the heck?Oh, I thought this is lava. Oops. Okay. Yo, buddy.Not that big. かかったな。Oh, chess.どの技も似たりよったりだな。Wait. Okay. The wall. Okay, now mine. Oh, where? You want me to climb that? Okay.Whoa. Oh. Toma. That echo, bro.
炎の盾、はい、俺が守るよ。じゃあ行くよ。響け核のない、せい、ね、退路はない。青龍降臨。我が輩の行方は。こっちのドアも閉まってるぞ。どこに行けばいいんだ。運送装置はまだ動いてるみたい。制御装置を探して運送車を動かそう。それで先に進めるはず。Pull the lever, cock. Boop. Did I do anything? Yoshi, 先に進むよ。Ah, it's for the kids. The children of the Echoes. The kids. Okay, I'm here. I made it.You want to drive in lava, go? Hello? Okay. Passing through to the cave. Lady, you have the biggest workshop in the whole of Nidland. The hell is this?こうもすぐ追いつかれるなんて。ずいぶん足が速いのね。上を見ろ、ニーガがいるぞ。あいつ何するつもりだ。私は嘘なんかついていないわ。最初から最後までただ娘のニーガを救いたいだけ。今はまだ私の子じゃないけど、すべてが終わったらこの子は本物のニーガになるのよ。今はって一体どういうことだ。Infusing memories, forgetting the past. もう理解したよね。そう、私がやろうとしているのは記憶を利用してニエガを蘇らせること。あの子は八神の国に長く居すぎた。暗いのも寒いのも苦手なのに、ニエガを一人にしたのは私よ。だから必ず連れ戻さないと。怖がらないで、ニエガ。お母さんは何も忘れてなんかいない。あなたの名前を今も覚えているわ。そして、おそらくあんたが考えている。And this is just a random ass kid. じゃあ、上で横になってるのは誰なんだ？同じ集落の子よ。この子の両親は以前のアビスの侵攻で命を落としたの。でも偶然この子の誕生日は私のニエガと同じだった。この子を引き取ってずっと面倒を見てきた。そうすれば少しは楽になると思ってね。初めてお母さんと呼んでくれた時すごく嬉しかったわ。けど急に怖くなったの。この子は本当に私の子。私の子の名前はニエガ。ニエガ以外にいない。どうして嬉しいと思ったのかしら。私のニエガはまだお母さんを待っているのに、私が連れ戻してくれるの。言ったはずよ。ニエガを連れ戻すためなら私は全てを捧げても構わないって。今こそ全てを捧げる時なの。あ、私が持っているこの役立たずの小名にもそろそろ役に立ってもらわないと。力を貸してくれないのならニエガの孤名のために燃料となりなさい。
白ね。まだ動かないのは周りの冥国図を観察しているからね。無駄よ。燃焼冥国は全て配置した。冥国図もとっくに機能し始めているわ。あなたがアイデアをくれたおかげよ。この中枢冥国はニエガの本当の子命になる。ニエガが帰ってきたら誕生日会に招待してあげるわ。 Let her go. Get behind me, Paimon. おい、まさか強行突破するつもりか。 She's already dead. We can't let her harm another innocent child. この冥国図には穴がある。もうすぐボロが出るから、うちの合図に合わせて。ニエガ、大丈夫。心配しないで。お母さんがいるからね。さん。ずっとそばにいるわ。決してあなたを忘れたりしない。に。さあ、ニエガ、早く目を覚まして。お願いだから、早く。一。Go。大丈夫よ。安心して。もうすぐお母さんに会えるからね。ニエガ。Whoa, one kick.近づいちゃダメ。この記憶は歪んでる。この霧は歪んだ記憶の叫びだよ。触れたら支配されて、二度と自分を取り戻せなくなる。どこにいるの？薬なんて飲みたくない。痛い、痛いよ。どうして私しかいないの？ニエが、どうして？薬なんかいらない。ずっと一緒にいて、もう見捨てないで。 I assume something backfired as per usual. ラゾーリ、あんたはその手でニエガという名を全てを束縛する檻にした。そろそろその子の声を聞いてあげな。 Is that her angel name? 泥まみれの水石、こだまするテペトル、集い散り燃え尽き、よみがえり死ぬ。神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。お母さんが一緒にいるから、ニエがずっとずっと。お母さん、私ずっとそばにいたよ。やっと耳を傾けてくれた。古き枝に息吹く新芽、生い茂花を守る若葉、巡りし万象、共に大地へ帰らん。知り合って随分経つのに、会うのは初めてだね。あなたがニエガなの？うん。あなたの名前は？私はニペカ。素敵な名前だね。ニペカ、私は昨日のあなたに祝福を捧げる。これからの明日が何の憂いもなく幸福であらんことを。What just happened? ニエガがいたわ。私と会話もしたのに、どこへ行ったの？ねえ、ニエガ、ニエガ、どこにいるの？聞こえたら返事してちょうだい。Go. お願い、お願いだから。シロネ、あなたも見たでしょ。私のニエガをこの手で触れて抱きしめることもできた。方法は間違ってなかったのよ。ええ、そう。あの灰色の影も何か些細な誤差に過ぎないはず。もう一度やれば、そう。
度やれば。Slap him. Knock some sense to her, please. Somebody do it. おばちゃん、まだ気づいてないの。気づく？何に？何も間違ってなんかいないわ。何も。あの子は私のことを怒っていて無視しているだけよ。あの子は昔からわがままだったから。ええ、それくらい仕方ないわ。Stop. おばちゃん、いい加減にして。燃焼冥国で呼び出したのは本物のニエガじゃなかった。おばちゃんはみんなからニエガに関する思い出をたくさん集めたけど、一つ忘れてる。集めた記憶の中には本物の思い出以外にも無数の感情が混じってるってことに気づかなかった。みんなが重病のニエガのお見舞いに来た時、どんな感情を抱いてたか。死に瀕した子供の手を握りながら、ニエガの弱々しい呼吸、絶望に満ちた目、そして徐々に下がっていく体温を見た人々は、悲しみと痛み以外に何を感じると思う？私はそういった感情まで。その感情は全てあんたの手によって燃焼冥国に取り込まれ、実在する過去となったの。さっき灰色の光がいくつか現れたでしょ。あれは過去を映した姿。彼女たちはニエガの最後を繰り返すことしかできない存在なの。逆に本物のニエガが伝えようとした言葉は、どれも歪んだ悲しみによって上書きされてしまった。そんなつもりなかったの。私はただニエガのことを記憶に刻んで、あの子にもう一度会おうと。ニエガはずっとおばちゃんのそばにいたんだよ。おばちゃんに役に立たないって言われたコメはずっと前から全てを記録してた。あらゆる手を尽くし、何もかもを投げ出してまで娘を救おうとしたのは紛れもない事実。自分のコメの意味を忘れたわけじゃないよね。私のコメはウンドゥグ。そのコメはあんたとニエガの間にある揺るぎない家族愛を刻み続けていた。それなのにあんたはそれを見て見ぬふりしてきたの。名前とは過去から未来への祝福。これおばちゃんが教えてくれた言葉だよね。ニエガに名前をつけて最初の祝福を送ったのはおばちゃん。けど今その人は自分の手でニエガの名を檻に変え、罪のない子供を、そして自分をも閉じ込めた。ニエガは私の全てよ。あの子がいない未来なんて考えられないわ。祝福はニエガがいなくなってからは一度も感じられなくなった。私の手を握りながら、痛いから抱きしめてとお願いするあの子の夢ばかり見るの。けどね、何も見えない。ニエガを抱きしめられないのよ。目が覚めるまでずっとただ名前を呼び続けるだけ。毎日毎日自分のことを憎み、コメのことを憎んだわ。あの子ももしかしたら。ニエガも自分のことを憎んでるって思うの？おばちゃん、ニエガが最後に残した言葉、本当の遺言を覚えてる？それは祝福を感じられないのは本物の過去を忘れたからだよ。おばちゃんはただ自分が想像した記憶に使って現実逃避してるだけ。過去をなくした名前は根のない枯れ木に過ぎない。朽ちる以外に未来はないの。これでおしまい。おばちゃん、これで全部終わりだよ。おい、ゆっくりで大丈夫だぞ。なんなら横になった方がいいんじゃないか。ここで横になるのは良くないか。シロネ、ニエガ、ニペカはもう立てるみたいだ。すぐそっちに行くから待っててくれ。Let me help you. ありがとう。
ちゃんが助けてくれたおかげでもうそんなに苦しくなくなったの。へえ、よかった。もし本当にニエガになっちゃったらこの物語も勇敢な手食いと同じになっちゃうからね。ここでおしゃべりするのもあれだし、場所を変えよっか。ラゾーリはどうするんだ？安心して、おばちゃんはもう危険な真似なんてしないから。Start over。 これでよしっと。おばちゃんは鍵をかけた部屋の中でぐるぐる巻きにしといたよ。後で集落に連れてってちゃんと罰を受けさせないとね。今はここを離れて日向ぼっこでもしよっか。あんだけ大暴れしたし、もうヘトヘト。一気に全部終わらせちゃうなんて、シロネンって本当に仕事が早いな。にしても今思い返すと恐ろしいよな。自分の容姿をニエガに変えようとするなんて。しかもあと少しで成功しちゃいそうだったし。Good thing we found out。 そうだな。カウントダウンするシロネン、すっごくかっこよかったぞ。一瞬で距離を縮めて一気に肩をつけるんだもんな。ニペカがめげなかったおかげだよ。この子が勇敢に何度も助けを求めてくれてなかったら、そう簡単におばちゃんの計画には気づけなかっただろうし。You're so smart, ニペカ。シロネンお姉ちゃんとパイモンお姉ちゃん、そして旅人のお姉ちゃんが勇気づけてくれたおかげだよ。それにあれは私が思いつく最後の方法だったんだ。これまでにも何度か試したの。でも家によく来てくれたおじさんやおばさんたちはラゾーリさんの言葉を鵜呑みにして来なくなるか、私を信じてくれないかでね。それに何を話しても病気のせいだってラゾーリさんに丸め込まれちゃうの。あの人が涙を流せばみんな慰めるばかりで、誰も私の話を聞いてくれなくなった。私が送る手紙も受け取ったプレゼントも全部ラゾーリさんに確認されてね。少しでも言うことを聞かなかったら変なお薬を飲まされちゃうんだ。それを飲むと何日も眠っちゃうし、記憶力もすごく悪くなっちゃうの。寝ている間はいろんなものが見えて、周りの壁も四六時中喋るようになって、毎日が怖かった。今回も失敗したら私本当に諦めてたかも。You did good, ニペカ。オイラたちがそばにいるから安心しろ、ニペカ。これ以上お前を傷つけようとする奴がいたら、旅人とシロネンがすぐぶっ飛ばしてやるからな。ごめん、我慢できなくて。お前は十分勇敢だったぞ。しかも助けを求めた相手がシロネンなのは大当たりだ。シロネンは涙でごまかされるようなやつじゃないからな。こいつは人の話をしっかり聞くし、どんな些細な点も見逃さないだろ。そんな些細な点を聞けたのもあんたたちのおかげ。二人がいなかったらニペカも助けを求めるメッセージを送れなかったでしょ。もしうちが声をかけに行ってたら、きっとラゾーリおばちゃんは警戒してこの子をまた部屋に閉じ込めてただろうし。じゃあオイラたちってば結構重要な役目を果たしたってことか。でもあいつも大胆だよな。集落の人だって本物のニーガの顔くらい見たことあったはずだろ。別人って気づかれるのが怖くなかったのかな。
She must have been using them for a long time. その可能性はあるね。ラゾーリおばちゃんが作った燃焼名国は、みんなからニエガの過去を集めるだけじゃなく、その記憶を消すこともできるから。落書きで例えるなら、まんべんなく絵の描かれた壁に新しいものを描くには、まず古いものを消さないといけない。もしかしたら、うちもおばちゃんのターゲットの一人だったのかも。だから中枢名国をあっさりうちに渡したんじゃないかな。それを知った上で受け取ったのかよ。オイラだったらきっと遠くに投げ捨ててるぞ。ま、リスクを犯さなきゃ真実だって手に入らないっしょ。それにこの手で中枢名国をばらしてなかったら本当の狙いに気づくこともできなかっただろうし。つまりお前は最初からあいつを疑ってたってことか。全然。だって親戚のおばちゃんだよ。最初から悪者扱いだなんてありえないって。せいぜいその可能性と対策を頭の片隅に置いてたくらい。結局最悪の結末になっちゃったけどね。でも苦しんでた子供を助けられたし、結果オーライってとこかな。さーて、祝勝会の健闘を称え合うコーナーは終了。全部片付いたし、ニペカはもう安全なはずだよ。え、she's gonna stay though。私、これから何をしたらいいんだろう。もちろん、好きなことをやっていいんだぜ。もうお前を部屋に閉じ込めようとするやつはいないからな。Hello? でも、私、何ができるかわからないの。私が知ってることは、どれもニエがお姉ちゃんと同じだから。好きな料理や花、喋り方、普段の振る舞い、ニエがお姉ちゃんじゃないのに、お姉ちゃんじゃないといけなかった。わからないよ、白根お姉ちゃん。私、どうしたらいいの？安心して、ニペカ。燃焼名国はもう機能してない。別人になることを強要する人はいなくなったから。けど、自分の名前以外、何も覚えてないの。もしかしてこのまま何も思い出せずに過去を全部捨てることになるのかな。白根お姉ちゃん、怖いよ。どうしたらいいの。泣かないで、ニペカ。ほら、これをあげる。ラゾーリおばちゃんが保管してた鉱石をちょっと拝借して作ってみたんだ。燃焼名国じゃないか。シロネ、お前も作れたのか。いいよ、別物だよ。これはただの綺麗な石ころ。見て、ニペカって名前が刻まれてるっしょ。これはあんたが最初にもらった祝福。あんたを愛する二人からの心のこもったプレゼント。これがニペカを守ってずっとそばにいてくれる。過去も未来も現在もあんたから離れることはない。でもお父さんとお母さんの名前すら覚えてないんだよ。私何も。何もかも元通りになるだなんて大口は叩かないよ。あんたを待ってる未来がどんなものなのかうちにもわかんないし。けど一つ言えることは、この先どんなことがあってもその名前だけは消えたりしないってこと。これは一人の内裏師からあんたに贈る祝福だよ、ニペカ。あんたはこれからゆっくり成長してく。苗木がすくすくと伸び、鳥が空をいつも羽ばたくようにね。ニペカって名前はあんたの原点であり、あんたの成長を導く道しるべでもあるんだ。自分の名前、そして経験したすべてを胸に刻むの。そうすればきっと未来に向かってどう進めばいいかわかるはずだから。うん、頑張ってみる。その意気だぜ、ニペカ。We'll always be with you。ありがとう、白根お姉ちゃん、パイモお姉ちゃん、旅人お姉ちゃん。
まあどうしてもやりたいことが思いつかなくても大丈夫だよ。気楽にやるのが一番だからさ。同じ集落の人間なんだし、そん時はあんたのことを知ってる年寄りを探して羊を調べてあげる。結果が出るまでうちの工房にいていいよ。茶碗が一つ増えたところでなんてことないからね。Do you think you can find anything about him? まあうまくいくかわからないし、誰に聞けばいいかの見当もついてないけどね。そういう運任せの方法を当てにするなら、まずは自分の力で地道に頑張ってみてからの方がいいっしょ。まあそう深く考えないでやってこ。じゃ、うちはラゾーリおばちゃんを集落に連れてくね。ニペカも一緒に来て。あ、そういえば晩飯がまだだったよ。好きな食べ物とかある？え、私好き嫌いは特にないから何でも大丈夫だけど。 I guess anything new. オッケー、じゃあ行こっか。やることが山ほど残ってるし、しばらく休めそうにないね、こりゃ。ああ、そうそう、一つ言い忘れてた。誕生日おめでとう、ニペカ。おお、Happy birthday。はいよ。あ、来てくれたんだ。ちょうど全部片付いて、今から休もうとしてたとこだよ。So what happened to the Zuli? Will she be punished? まだ検討中だってさ。コメの技術を使った犯罪なんて、参考にできる事例が限られてるからね。パカルはしばらく頭を抱えることになるんじゃない？ただ、ラゾーリおばちゃんの工房は完全に閉鎖されて、作りかけの燃焼名国は処分されることになったよ。もう完成してる燃焼名国についてはうちが対応することになったけど、はあ、また面倒な仕事が増えちった。とにかくおばちゃんの孤名に問題が生じなかったのは不幸中の幸いだよ。じゃなきゃ今頃やばいことになってただろうし。ああ、孤名といえばいいニュースもあんだ。燃焼名国に取り込まれた記憶は元に戻せるんだね。 Oh, good. 全ての燃焼名国の機能が停止したら、記憶は元の道をたどって持ち主のところに戻るみたい。 So everyone's memory about nature will come back? そういうこと。でも今になって思うとさ、おばちゃんはニエガを取り戻そうとして、みんなにその存在を忘れさせたんだよね。けど本当にいなくなった今、こうして思い出せるようになるなんて、ほんとめちゃくちゃ。How's Nebeka? 今はうちの工房で休んでるよ。部族の人にも相談して、羊を調べてもらってる。その結果が出るまで時間がかかるだろうし、しばらくはあの子の世話をしながら、鍛造の技術でも教えよっかなって思ってる。ま、どれも今後の話だけどね。今はゆっくり眠らせてあげないと。睡眠を十分にとることこそ、面倒ごとを片付ける上で一番大切だからね。Well, see you next time.